2014年に行われた中房総国際芸術祭市原アートミックス。南市原を舞台に現代アートの祭典が行われました。それ以降年2回春と秋にアートミックスのプレイベントとして行われているのがアート市原です。単なるアートイベントということだけではなく、会場を廃校を利用したり、荒れ果てた里山や畑を復活させたりと、課題解決型のアートイベントとしても注目されています。今回の輝きの街市原情報局はアート市原2016春の模様をお届けします。アート市原2016春、6つのメイン会場の一つ森ラジオステーションです。小湊鉄道の駅員詰め所跡が2014年に行われた中房総国際芸術祭市原アートミックスでアート作品に生まれ変わりました。アートミックスが終了した後も作品の撤去を惜しんだ地元の人たちの手により維持・管理が行われています。最近では映画の舞台にもなるなど、撮影スポットとして人気を集めるほか、今年の4月には市原アートミックスが縁で仲を深めたカップルが結婚式を挙げました。びっくりですね。2年前には想像もできなかったことが今ここで起こり始めてるっていう、はい、メイン会場の一つ月出校舎です。2007年に閉校した月出小学校が、さまざまな機能を備えたアートの工房として生まれ変わりました。学校の記憶を残した展示空間はもちろん、工房やミーティングルーム、本格的な厨房設備を備えたカフェスペースや、多目的に利用できる和洋室など、廃校が再び人々の集いの場所として、新たな息吹を感じさせる場所となりました。まあ、芸術祭本番の時には作家が使うような展示スペースの企画にもなるでしょうし、あるいはお母さんたちとかがお集まりいただいて、お茶飲み会をしていただいたりですとか、こちらから去年ちょうど1年前にワークショップとか食のワークショップとかやっていますけれども、まあ、そういう先生をお呼びした食の会を開いたりですとか、まあ、いろんな形を考えてます。全国から集まっていただいたそういう事例の紹介を含め、あるいはそれこそワークショップなどを通じて、こういうことがここでできたらいいんじゃないかっていうのを春秋のイベントで提案として見せていきながら、まあ、今回この工事をもって一応それができる場所というふうにリニューアルしたかなという感じになりますね。市原市内に唯一残る木造の校舎、内田未来学校です。昭和3年建築のこの建物は、地元のボランティアグループ報徳の会によって維持・管理が行われています。アート市原2016春では、刺繍を楽しむカフェ蝶々が開かれました。市原を歩いていると蝶々が結構ファーファー飛んでるのが自分の中ですごく印象的だったので、この蝶々って花粉を受粉してこういろいろ種を運ぶとい こう次に次にいろんなところに飛び立っていって、いろんなつなげていくっていうコンセプトとすごく一致するなと思って、そしたらじゃあみんなでこう一緒にちょっと蝶々を作って、こうそこから内田の皆さんの思いがここからここを拠点にしていろいろ広がっていくようなつながりの
つながりを作れたらと思ってこういったワークショップをやらせていただいてます。今回皆さんに作っていただいた作品もつなぐの一環として今後も利用されていくそうですね。そうですね、来年の春のアートミックスにここを舞台にたくさんの蝶々を展示して、できれば市原市内いろんなところに蝶々が、あ、これうちだね、見た蝶々じゃないっていう感じでこう点在してる感じにして、こうここが巣になっていろんなところからこう広がっていくっていう展開ができたらいいなと思っています。市原市の観光拠点の一つ、高滝湖。その湖のほとりにあるのが市原湖畔美術館です。常設展示をはじめ年間を通してさまざまな企画展やワークショップが催されるなど、市原で行われるアートイベントの中核施設としての役割を担っています。アート市原2016春の期間中は、ボイスアーティストの大高しずるさんと照明アーティストの藤本孝之さんによるコラボ展示、暗闇美術館が開催されました。中でも大高しずるさん本人が作品解説を行う生歌ギャラリーツアーは大勢の人でにぎわいを見せていました。なんと家具にも表と裏があるんです。菜の花新緑のまぶしい5月の養老渓谷。こちらにも会場の一つ、アートハウス麻生原の谷があります。明治初期の古民家を移築、現在はアート作品を展示するギャラリーとして利用されています。アート市原2016春では鈴木ひらくさんの作品の展示が行われました。自転車などに使われる反射材を用いて、まるで銀河のような図形が薄暗い古民家の壁に浮かび上がります。アートハウス麻生原の谷に隣接するのはカフェ思い出の家です。こちらは市原アートミックスで作られたレストラン施設跡を活用して、市原のお母さんたちが季節運営で里山の素朴な味わいを提供しています。春のおすすめは地元で採れたタケノコご飯と山菜を使った天ぷら定食。ではうどの天ぷらからいただきます。抹茶塩をつけていただきます。いい香り、大人の味ですね。苦味とあとは山菜独特の爽やかな香りが、また抹茶塩で食べると美味しいです。外向きの窓際の席や庭のテーブル席を使って渓谷の自然を五感で味わえます。アート市原2016春の会場の一つ、 IAAES 旧里見小学校です。大正2年に開校、2013年に閉校となり、以来アートイベントでは中心会場の一つとして活用されています。校舎内の各教室は展示スペースとなっており、アートイベント期間中はさまざまなアート作品を見ることができます。来年の
アトミックスでやりたいなっていうプランがですね、キャンプ場を期間限定のキャンプ場をやって、でそこのキャンプっていうその出来事を通じていろんな人のつながりを作っていくと、そういうようなことをやりたいなと思っていて、まあ森でも作るかっていうことで一応ね、木とそれからその樹幹というんですかね、そういうのをイメージしたそういったものを今回作って、ここに設置して、その奥にテントがあって中にちょっとプランが書いてある。皆さんで作った小屋をたくさん並べて、はい、街を作って、そこでこう期間中にマルシェを行ってっていう、ちょっとこう不思議な感じの街を作れたらと思います、はい、街の並びをちょっと見てみて、こんな不思議な街ができたら面白いなっていうイメージをちょっと、はい、作りたいと思います。今回なんかその何か所かの部屋の企画で関わってるんですけれども、なんかずっと最初の頃からも言ってたんですけど、外から来た、プロフェッショナルな人が並べるだけじゃなくて、もうちょっとその地元というか近くで関わってる人たちがここ自体を使えるフレームというか機会があった方が面白いのにな、それが混じって外から来た人と、この人が混じったら面白いなっていうので、今回とかは1回目の芸術祭も出品していただいてた栗田さんって、チェーンソーのカービングの、本当世界一にもなったような、野外で作品はお見かけしてたんですけど、室内にそれがいっぱい置かれたら多分すごいインパクトだろうなって思ってちょっと出品していただいたのと、千原の家紋エリアで活動してる松本先生が盆栽も結構やってるぞとか、なんか写真もすごいやつらいっぱいいるぞみたいな話とかをお聞きしてたんで、なんかもし出品できそうだったら皆さんでちょっと場所作りませんかみたいなご相談をちょっとさせていただいて、この台組みたいのは学校の備品とかをちょっと使って、実はこの教室の壁面が黒板だったりとか、掲示板のこう淡い緑だったりとか、ぐるっとこうグラデーションで緑が一周してて、で窓面からは結構里山がそのまんま見えてるから、盆栽群のやつが結構外に続いて見えたりとか、この教室の背景と結構やっぱり溶けたりとかするのがすごくうまくマッチしていて、なんかちょっと本当に驚いちゃいました。昨日来たらなんか一緒に作った感じになってるって、すごい、コラボ作品になりましたね、まさにアートミックスですけれどもね2017年の市原アートミックスに向け、アーティストの皆さんはさまざまな想像を膨らませているようです。受付のハサミを、そんなアーティストとアートイベントを陰から支えるのは菜の花プレイヤーズです。市原アートミックスをきっかけに誕生したボランティアサポーター、作品制作のお手伝いから会場でのお客様へのおもてなしなど、さまざまな場面で活躍します。出発進行、レッツゴー。市原アートミックスで開催され人気を集める一風変わったアート作品がこちら、おにぎりのための運動会です。子どもからお年寄りまで学校の校庭に笑顔があふれます。作品としてもなんかだんだんこう僕のものではなくなってきてる感じというか、全然僕はもう関係なくてですね、地元の人がいろいろやってくれて、地域の中でやってくれてるイベントにこう変わってきてる感じがしていて、それが僕の作品ではなくなってきてる感じがとてもやってて嬉しいです。嬉しいですか？嬉しいですか？嬉しいですか？楽しいです。楽しいしか言えない懐かしくてしょうがない天候にも恵まれ、にぎわいを見せた南市原。2017年春に開催予定の第2回市原アートミックスに向けて期待が高まります。今回の輝きの街市原情報局は、
アート市原2016春の模様をお届けしました。